スマ・街地人口が集中するスマ・ニュータウン北区と・帰宅と西区の境目に残る農村地帯白川あざ加速地で撮影スマクは神戸市を構成する9区のうちの一つで同市の西部に位置する南部の板タ道を中心とする旧市街地北部の妙法寺や妙谷を中心とする新興市街地など様々な街の景色を持つ平安時代末期に起きた市の谷の戦いの舞台でもある また、スマ海岸は、古来より、白車星章の美しい砂浜を持つ海岸として、有名で、近年は、京阪神地域随一の海水浴場でもある。2014年5月8日に、日本創生会議、人口減少問題検討分科会が発表した2040年、人口推計結果で、20歳から39歳までの、 若年女性の減少率が2010年比で51.4%となり消滅可能性都市の一つとされた。六甲山形生端の八伏山、鉄海山が海近くまで迫り、また平地の端にも当たる。山の西に流れる樽見区との境を流れる小川を境川と呼ぶが、これは境川が古くから機内の摂津、張間の境であったためで、妻の地名は、 隅っこの、隅が点火し、それに当てじしたものと言われている。他の説としては、須浜から習慣になった説や住まいなどの意味の、隅みかかが簡略されたものや、諏訪神社の諏訪がなまったものなどの説がある。現在用いている須磨の字は、鎌倉時代頃からの自治、須磨村から当てられており、他にもすまつ、週間、すま、週朝、週間、玉場、遺憾などと、 いろいろな字が当てられていた。妻の名は、源氏物語や自称樹英の乱の一の谷の戦いなどに見える。歴史にちなんだ町名や、古くは、ため池が多かったため池のつく町名も多い。由緒ある地域ではあるが、基本的には、関西圏の近郊住宅地という要素が強い。また、大阪湾内では有数の海水浴場があり、多くの行楽客が訪れる。 区中央部に位置する高取山、横尾山を隔てて南部が古くからの住宅地、北部がニュータウンという構成。人口の分布ではニュータウンの比率が高い。北部の住宅地開拓においては宮崎達夫市政の山、海へ行くのスローガンの下、山徳の大量の土砂が 14.5km にも及ぶベルトコンベヤと運搬船によって2005年9月まで。 神戸沖へと輸送され続け、それらは会場のポートアイランドと神戸空港の礎になっている。明治時代のスマスマ地区古くからある町であり、市の谷の戦いなどの史跡、スマ海岸、神戸市立スマ海浜水族園などの文化施設、観光施設が集中している。郵便番号、町名北スマ地区北スマ地区の新興住宅地、友川岡で、 撮影大半は、スマニュータウンであるが、農地が残されている箇所もある。また、神戸総合運動公園などの公園施設がある。白川は、農村地帯である。また、樽見区妙谷町から編入している地区がある。郵便番号、町名大和、町長の変遷都道府県庁への連絡、スマ区海岸部からは、JR 神戸線にて、スマ駅元町駅、山陽電鉄にて、 山陽諏訪駅花熊駅。諏訪区南中部。北部からは、神戸市営地下鉄を利用県庁前駅。阪神高速三号神戸線2室まで、撮影阪神高速道路一般有料道路、一般国道主要地方道一般県道神戸、指導自然博物館、公園など車寺、旧石主な西洋観光の湯若き日の石原、新太郎と三島幸を、ありがとうございます。